イエーイ。イエーイ。今日バレンタインじゃないですか。チョコレート食べてないんですよ。今日に限って。いつも毎日食べてるの。ハートありがとうございます。食べたいんですけど。ハートありがとうございます。クッキーもありがとうございます。ちかこさんからいただいたチョコレートをメールに送ったんですけど、あれは今日じゃないので。今日暑くない？普通にこたつつけてるんだけど、ずっと暑い。こたつつけてるのにずっと暑いです。動画可愛かった。だってさっきね、ツイートしました。なんかなんだっけ、チョコドの衣装とか着たことなくて、載せるのなくて、動画、諸事情動画です。あれは動画撮ったんですけど、使えなくて、余ってた動画です。 余ってた動画。そう、本当は違うのに使われる予定だった動画なんですけど、使い道がなくなったので。みんなにハートをあげました。バレンタインは一応女の子があげるみたいな風習はあったじゃないですか、昔。だからみんなにハートをプレゼントしたから、喜んで 喜んでね。あ、大暴れ。 なんかキリないんですけど、メイクを右左で違うのめっちゃ気になっちゃうんですよ。濃さとかラメの量とか。 マジでキリないのに。猫にゃんにゃん、ありがとうございます。そういえば5時販売が始まりました。先着順だよ。よかったら、ぜひ、こちらに。ハートありがとうございます。基本こたつは毎日ご飯食べる時につけてるんですけど、こたつでご飯食べるので。毎日、基本というか毎日つけてます。今日普通に暖房いらなそうなんだが。クッキーありがとうございます。そうで、その今日の動画あるじゃないですか。今日ツイッターに載せた動画は、本当は大好きって言ってるんですけど、そこはカットしました。 そこ切り取りました。あ、大手記ありがとうございます。ギフト、大手記ギフトありがとうございます。嬉しい。これかわいいので。もう終わるしね、バレンタインだから。多分もうすぐ終わるし。本当は満遍の笑顔で大好きでなんですけど、カット。 余裕でカットです。みんなもしかしてバレンタインもらえてないかもって思って、X にみんな、チョコもなんか自分に
ご褒美のチョコみたいなすらも買ってない。ピエン、本当にバレンタイン好きだったの、学生の時。めっちゃさ、友達がくれるわけやん。嬉しくてハッピーですぐ食べ終わっちゃうんだけど。通称都会申し込みました。だって嬉しい、ありがとうございます。トークと握手とツーショットがあるので、ご都合が合うときにぜひ待ってます。こたつはむっちゃ使ってます、マジで。冬は毎日、毎朝と夜お家でご飯食べるときは毎晩つけてる。ご飯食べるときしか逆にいないので、こたつには。基本ベッドの上で過ごす人間なので。なんかね、実家がこたつあるので、それでこたつで結構過ごしてきたので、一人暮らし始めてお家に何にもない時、こたつ割と早めに買いました。だってテーブル代わりにもなるじゃん、こたつって。クッキーありがとうございます。あ、みんなカットしないで。だってカットしちゃったよ、余裕で。迷いもなかった。迷いなくカットしました。まあ、またいつかどこかで、見せますね。ミオが今お蔵入りしてる動画は、まあ、その大好きと、もう一個なんだっけ、あれ、おうち、なんだろう、おうちなんとかで YouTube でみんなが上げてるやつ、あれ私のは上がってないんですけど、一応動画はもう撮って編集みたいな、カットみたいなのもしてあって、あるっちゃあるんですよ。なんだっけあれ、なんかね、コロナ禍の時に YouTube でみんながお家でやってることみたいなやつを載せてて、料理作ったりとか筋トレしたりとか、あの動画あるんです。オリンピックしてます意味わかんないと思うんですけど、お家でみオリンピックしてます。あ、大手記ありがとうございます、嬉しい。好きギフトありがとうございます。ハートありがとうございます。そう、なんかすぐこたつで寝転んで眠ってた、実家の時は。でなんかね、足元を温めると上半身もあったかくなるので、こたつ最強なんですよ。めっちゃ足が温まるから、むしろ暑い、いつも暑くて出しちゃう、足出しちゃう。そう、ミオリンピックやってるんですよ。ハートありがとうございます。まあ3分はあるので、気が向いたらなんかしますね気が向いたらなんかに、どっかにどっかしますね。まだ気が向いてないです。3年ぐらい前のやつですけど。一応ね、こたつは温度設定あるんですけど、このここの家のこたつは強弱みたいな感じで、お家のこたつは1から10ぐらいまであるんですけど、
まあ基本一番強い、基本というかもう一番強いの以外やんないので、つけないので、常に強いモードです。あの変えない、強いモードから変えない。あ、 X にはちなみに絶対載せない、みオリンピック絶対にもうみんなが見ないようなコンテンツができたらそこで載せます。ファンクラブとかアメブロとかかな。インスタと X は絶対載せないです。本当に X に変顔とかも載せたくなさすぎて、そういう罰ゲームがあったら助けてくださいみんな本当に嫌なので。クッキーありがとうございます。そう、見られたくない、できるだけ見られたくない。 TikTok とかやばいよね、絶対に載せないよね。それを生誕くじの景品にしてみればだって。確かに今 B 賞だけ空いてて、あの明日までなんですよ締め切り。どう頑張っても B 賞が思いつかなくて困ってます。今今年オリンピックあるの？なんか毎年やってるね。4年に1回っていうけど、毎年オリンピック見ます。ハートありがとうございます。そう、ダンス動画は去年やったからやりたいんだけど、去年やったなっていうので、でそのなんか NMB さんとか STU さんとかって有料の多分なんかあるじゃないですか。なんか NMB さんがよくストーリーに上げてるんですけど、ファンクラブがあるんですよ個人の。そういうのがいつかできたらそこに載せますね。でミキティアンは非公式で変顔をね、あの前一緒にやった時以外にも上げてた、何回かやってるみたい。あ、ずれたの？延期だったんだ。丸いチョコレートありがとうございます。えっ、ウルード氏の年に本当オリンピックだって。え、ウルード氏、ウルード氏も4年に1回ってこと？オリンピックと一緒ってこと？クッキーありがとうございます。クッキーありがとうございます。5時販売もありがとうございます。全く一緒なんだオリンピックとウルード氏と。それは知らんかった。ウルード氏は知ってたけど4年に1回なのは知らなかった。そうなんだ、それは覚えやすいね。じゃあウルード氏の時は誕生日だ。でもウルード氏に誕生日の子いないけど、知り合いに4月1日誕生日の友達がいます。1日違ったら同期じゃなかったっていう、あのバスケ、同じバスケ部だった。